お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらゴレゴレなやっていきたいと思います。というわけでこちらね、スペルなしゴレですね、よくある。はい、でそのランバーかな、主にランバーの子をゴレ内にしただけなんですけど、これねバカ強いです、やばいですね。というのも、もうなんかゴレの後ろのライドラと、あとゴレ内と攻めとるね。そう、ここをねもう使えばゴレ内のこうダッシュをね強制的に相手のタワーまで、はい、たどり着かせることができますし、相手のユニットもね、ライドラでね、こう、じりじり、ゴルナイでじりじりね、はい、全部削って溶かすこともできるっていうので、なんかゴレの公園のゴルナイぶっ壊れじゃねっていうので、今日はやっていきたいと思います。あのね、マジで負ける気がしないぐらい、本当に安定しますね。そうで、序盤はもうね、ずっと守ります。はい、あと2分間耐えてください。エリアと5以上ぐらい取った時だけは許します、ケツゴレ。それ以外はね、ゴレ出さない方がいいです。で、こういうなんかゴーストとかも、ちょっとね、1対1やっつけたいなと思ったら、スキル使えば、意外とこう、勝ってくれるんで、なんか本当に、おお、待ってやばい、ミスった、これ今、タルババ、俺の中ではタルババだった。タルからノーだったんだけど、さあ、メガゴでね、ヒースピちょっと受けちゃったんでね、サリバも使って受けていきましょう。で、相手は、なんか、なんだこれ、マザネク、エリババちゃん、エリババマザネクってなんか珍しいんですよね、多分。まあでもヒースピーいたんで、タルババもいたんで、これはね、最近マジ、激強ビンビンの人、あれですね、人技ですね。はい。人技デッキか、まあペッカの可能性もあるかな。まあペッカか、陸の人技デッキと。まあ陸ですね。陸なので、もうガイモです。ガイモの、あとね、金が起動したいね。こういう豚とかもワンチャン今狙えたかもしれないんですけど。もう序盤耐えて、後半ね、ゴレの後ろにライドラつけて、ゴルネつけて、トルネードして、スキル使ったらもう相手はね、負けです。はい。っていうね、マジで本当にこういうデッキはね、序盤耐えれば勝ちなので、ちょっとエリクサーリードしてたりしても、2、3アドぐらいなら捨てていいですね。よいしょ。さあ、トルネでね、絶対的にエラキを許さないよっていう感じで、さあ、守りましょう。なんかゴルネもね、本当に、なんだろ、陸受けとしてマジで強いから、なんだろうな、防衛したいんですよ。このデッキは序盤守りたいんだけど、それがね、いい感じにこう、組み合わさってね、より防衛力も高くなるし、なんなら最後の最後の削りが足りないじゃないですか。これスペルなしっていうデッキはね。まあ、なんだけど、もうそれも結局ね、ゴルナイなんですよ。はい、もうゴルナイ攻め取るので、絶対的にダッシュで、相手のね、タワーまで行くよっていう、鬼強です。さあ、ゴル出したいんですけど、タイミングがむずいですね。まあ、適当に行きましょうか。向こうの言っていい気がするな。ゴレイ。さあ、形組んで、逆サイ行けたら、まあ、なんか適当に守りましょう。いや、マジで、しかも前でスプレーなしなんで、ライドラ最強ですよ。で、ベビド、あ、これ、あ、これ走らせてえけどな。ちょっともう一体ぐらい来てもらって、いや、走る。走って、ディン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 なんですよ。で、そう、全部のユニットを、なんかね、ちょっとずつダメージ与えてくれて、ライドラもね、全部のユニットちょっとずつダメージ与えてくれて、みたいな。で、しかもタワーぶん殴るし、みたいな。いや、これやばくない？なんかこんなんで折れるんですよ。っていう、マジ強いんですよね。なんかほんとゴレの後ろにドラドラつけて、スキル使って、ゴレ内走って、みたいな。いや、これやばいんですよね。ランバーでも、本当に強いデッキだったんですよ。まあ、このデッキはね。そのランバーのレイジが落ちて、このドラドラがね、めっちゃ無双するっていうのだったんですけど、まあ、ゴレ内はゴレ内で、やっぱ火力不足を補えるし、防衛力上がるし、みたいな。マジでめっちゃ強いと思うんだよな。ゴレゴレない。なんか革命的な、ね、なんかそんな気がする。さあ、マジで本当に安定デッキだと思います。最強レベル、ゴレナイいることによってね、攻守安定してるんでね。さあ、というわけで耐えます。序盤マジイモで、本当に、ああ、じゃあよっこらしょって感じで2倍タイム入ったらケツゴレしたりとか、まあこのゴレナイ歩くの遅いんで、ケツゴレナイからの、まあ、端前ゴレだったりとか。でまあ、序盤耐えてしまえばみたいなとこあるよね。あれ、まあ、引っこ抜いてもいい気もするな。よいしょ。で、ダッシュ使うっていうね。この範囲で、無理やりね、近くに集めて、ゴレ内のダッシュを全部ね、機能させるっていう。いや、これが強いんだよな。トルネプラス、ゴレ内プラスの、まあ、ベビーかライドラ。これがマジで強いね。よいしょ。まあ、待ってもいいし、タレパムぐらいならいいかな。うん。さあ、今回の相手はペッカ工場っぽいよね。ペッカ工場っぽい。後半多分ライドラ無双、ゴルナイ無双があると思うんで、まあ序盤ほんと耐えます。このね、ゴルナイのダッシュが届かないのをトルネードで無理やり届かせるっていうさ。いやー、これはまあ、ペッカ来んのか、ワンチャン。
よいしょ。いや、地味に受けがだるいよね、これ。ペッカか？あ、エレキ。いや、もう一発でやれる。いや、これ悩むなー。マジで。ケツゴレすごいしたいんだよね。ケツゴレすごいしたいんだけど、した瞬間に結局逆再工場でやっぱめっちゃダメージ受けちゃうんでね。それならしない方がいいよな。さあ、ゴルナイスキル使ってもいいけど、エレキとか、なんかマジアチとか来たら走らせてもいい気もするんだけど、まあ、ちょっとダメージ稼ぎます。うん。あとはライドラトルネで全とかしっすね。全ハゲ。この辺に来るのかな。あれはまあトルネで、ああ、もう許容でもいいかもね。確実にこっちを耐えたいので。うん。さあ、無視ちょっと痛いけど、メガぐらい出してもよかったかもしんないな。あと、筋起動してないので、めっちゃ痛いね。想像の100倍ぐらい痛いんだけど。さあ、まあ、こっから行きましょう。ゴレ、右サイド無視できる。いや、熱いね。なんならこれにこれつけていいね。いや、これね、歩くの遅いよね。強化するなら、なんか、早くしてもいい気もするけど。さあ、ライドラーで、僕はライドラがね、マジアチャポイズンで処理されるのが嫌なんですよね。まあ、それを防ぐ方法は、まあ、逆サイリババっていう新しいパターンだよね。これ。ああ、ファイブザップか。こうすると、相手ね、結構きついんじゃない？で、あとは無理やり、トルネードで、吸って処理できると熱いけど、いや、うまいな。ファイブザップエレキで溶けちゃうんだね。さあ、まあ、でもライドライクは結局耐えれるんでね。よいしょ。よいしょ。耐えれるはず。え、耐えれるよね。ナイス感電。いや、あっち。ナイスライドラー。いや、ギリギリね。ギリだけど耐えてる。いや、これ、走らせて意味あったかな。まあまあ、これで一発。いや、入らないんかい。入ってほしかったな。さあ。これちょっとファイボの相手のエイムが怖い。うん。いや、ライドラー欲しいけど。いや、これ取れねえだけで耐えれそうだ。よしよしよし。いや、ナイス。リュウのもワンチャン来る。てか俺、序盤にこれさ、キング起動してないのは良くないですね。マジで。序盤キング起動したけどもっと楽だったな。でさ、ダッシュも使って耐えますと。で、相手はね、最後ファイブザップあるんでね。これはね、ちょっと怖いよね。ちょっとだけね。そう。いや、いいケツペッカだ。ゴレ受けでもよかったけどな、ぶっちゃけ。まあでもこれ耐えたら僕の勝ちみたいなとこあるんでね。よいしょ。さあ、ベビードラ。ライドラ、攻め、トルネと、よいしょ。絶対的にやってあげて。もうドラドラマジでね、無双するんでね、ここ。うん。ドラゴン。ドラゴン絶対。やばい、ドラゴン絶対。ドラゴン絶対、ドラゴン絶対。さあ、ドラゴン絶対。よいしょ。空絶対ですね。オッケーオッケー。空マウントやっぱ取れるんでね、こうやって。で、ゴールナイちょっと走らしてね。相手に、いや、お、これ！いやー、いい相手も警戒してんな。さあ、これ、橋前ゴレだな。橋前ゴレの、なんか、ライドラだったり、ゴルナイダッシュとかの方が、正解な気がすんだけど、どうだろう。いや、これ届かないかな？ライドラのチェーン。いや、届いてるよね。あっつ。あっつ、今の。今のでだって入るもんね。いや、これもあっつ。やっと入らんのかい。さあ、スキルしっかり使ってね、突進で耐えていきましょう。オーケー。いやー、最後ね、危なかったですけど、まあ、ライドラのね、チェーンでね、稼いだり、まあ、ゴルナイも、エレキのね、リセットでスキルがこう止められて使えないんだけど、ね、エレキがいないタイミングでゴルナイダッシュ決めれればダメージ稼げますので、まあ、いけるよね。チューサナイッション。さあ、パンパン。よろしくね。でね、エリババいるんで、その片サイドにいっぱい固めるのはね、良くないですね。よいしょ。まあ、相手のスペルがね、ない、こう、メガナイトプラスアップだけとか、まあ、そういう相手にはもうね、いじめてあげればいいんですけども、ゴレの後ろにドラドラゴレのエリババメガゴとかでいいんだけど、相手が、まあ、例えばロケットとか、今回だと枯渇でね、多分ロケットあると思うんですけど、とか持ってたらやっぱ固めても、ロケ撃たれて、ね、痛い痛いなっちゃうんで、まあ、そういう時には、ゴレの後衛は1枚だけつけて、逆サイドにね、一旦振ってから、またゴレの後ろにつけて、みたいな感じで、ちょっと防衛させにくいようなね、はい、形で攻めるのは大事っすよね。さあ、ゴレーなんか枯渇なんで、なんかゴレ展開していいんじゃねっていう。さあ、あとはキング起動トレンドしたいですね、結局序盤。
これキングダムほんとするかどうかで世界変わるんでね。あとはもうほんとゴレの後ろ1枚つけとくだけで売っといと思うんで、なんかゴレの後ろとかやっぱいっぱいつけたいんですけど、いっぱいつけてもあんま得ないんですよね。1体つけて様子見でいいんですよ。そう、これここでメガゴつけようが ロケット撃たれるだけですし、何も変わんないんだよ。何もしなくていいんですよ、ぶっちゃけ。で、様子見で、まあ、このなんかねタイミングがあるんですね。見守って今だって。さあ一旦捨てですね。いやー、端っぷりマジチーターなんでね。で、ゴルナイで左受けながらの、いやーさ、トルネケが一応してんね。一応してるけど、金魚はできるんだよね、やろうと思えば。まあ、それか悩むけど、みたいなとこがあるよね。さ、で、今回ってインフェでしたね。これ多分、端前プリン来るな。来ないのこれ。インフェで俺溶かせるし、って。端前プリンやっちゃおうはね、説ある気もしたけど、さあウッドでね剥がしてくると。で、あとはね、皆さん分かってるとおりインフェルノタワーですね。あれはねライドラでタギを取らないといけないです。よいしょ、ライドラ、ライディラ走って、いや、なんかベビーがなんか行かれてんのはね、もう知らないんですけど、サヨナラトルネでね全サヨナラしてもらって、まあ、結局なんでこう、様子見みたいなもんですよね。僕まだめちゃくちゃすげえコスト使った攻めをしてないんですよ。この、なんかね、じわ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 な攻めをずっと繰り返してるんですけど、クララってね、これでいいんですよね。なんか一回でね、決めようとするから、決まんないんですよ。そうそう、じわじわゲーなんでね。まあ、ロケがね、来るかもしれないかなーみたいなね、この、あんまコストまだ使ってないんでね、僕は。相手外してんね。さあ、じわ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 してると、いつかね、こんな感じで相手がね、守りミスであったりとか、コスト使いすぎる場面があるんですよね。なので、まあ、ずっとこの6、7割、8割ぐらいの攻めをしながら、チャンスを伺ってね、今だって時に攻める。まあ、毎回同じことしてるとね、簡単に防止されるとかあるかもしれないんで、ちょっと違うことしたりとか、これでバルキリー裂いて、こうね、トルネで無理やりね、あっリセットみたいなね、しようと思ったんだけど、失敗です。さあ、だがしかし、走りたいゴルナイ。まあ、一旦走らすか。なんか、ずっとこんな感じのね、今試合してますけど、これで、俺のターンが来るんですよ。待ちます。我慢です。クララは我慢大事なんだね。さあ、まあ、さすがにタレ転がそうか。で、まあ、メガゴぐらい出してあげて。あと逆サイリバーは普通にこれしてもいい気がするね。よいしょ。で、真ん中にライダーとか出してあげてね。いや、うざいよ、これ。あ、でもやべえ。それは、なんかいい感じに守られそう。あ、でもこれ走るんじゃね？え、なんで走んないんだ？ちょっと待って待って。なんか俺のゴルナイさ、全然走ってくんないんだけど、せっかくのチャンスだったんだけど、今。ね、チェーンで全部やれるみたいな流れだったんだよね。まあ、40秒あるんで、もう一回落ち着いていいね。さあ、後ろから出して、出して、さあここはねトルネ警戒をしてます。僕も警戒していきます。で、ロケ打ってきたのでユニット追加して、ゴルナイで走って、走って世界が変わりそうです。さあ、いやーね、本当に粘り勝ちです。ネバネバです。さあ、ゴルナイダッシュもう一回使ってあげて、おお、戻ってくんじゃないよ、何やってんの。さあ、というわけで、まあ、途中ね、あれこれ勝てんのってね、思うかもしれないんですけど、本当に相手のダメージ守っとけば別に負けないですし、はい、ちょっとチャンスをね、伺って、まあ、こんな感じで、ね、粘っていきましょう。まあね、一回で決めきらないんですよね。もう本当ゴレの後ろにちょっと出して、またゴレ回ってきたら後ろからゴレゆっくり展開して、みたいな感じで。よいしょ、さあ、今回の相手は、スキキン。まあ、スキキンはね、最初はもう、スケラと絶対セットだったんですよ。もう、スケギン作らないでやってくれよって感じだったんだけど、もう今はね、スケギン枯渇なんでね、当たり前に枯渇ちゃなんでね、さあ、いや、これはちょっとわかんないな。さあ、トルネードでね、確実にやっていきます。いや、ライドラ強いよな。最近の俺のお気に入りなんですよね。さあ、で、マザネクコウモリ、おーんって感じですね。わかんないですね。すごい。骨デッキだ。
あーこれゴブリンバレルとかありそうだよね。おー、引っ張ってくれるのはまあありがたいっちゃありがたいな。これどうなんの。さだマザネク残るの。わすごい、なんかすごいよ、いっぱいいて、よいしょー。まあまあ、まあ、相手はねキョスケスケキンマザネクのスケブコーム、まあ、ロイジャイなのかゴブリンバレルなのかみたいなとこあるよね。でまあこれ多分スケキンで受けてくるのかな。メガゴで早めに溶かすか。あーコウモリか、これ欲しい。ちょっと入る。いや、ロイなのかな？いや、何なんだろうね。あとトリトンいたからね。ちょっとそれ厄介だよね。いや、まあこれケツゴリでもよかったよね。ぶっちゃけ今。トリティーヌが。トリティーヌがちょっと厄介ぐらいかな。よいしょ。マイトニットはトリネでやれそうなのでやりたいぐらい。まあここはゴルナイぐらいでいっか。なんなら、美味しくね？いや、キングギドでけえ。いや、ゴルナイ何にしとんねんって感じで。いや、これやばい。いや、マザネクだけやれたらもうそれで万歳だと思ったけど。やばい、これ豚にだけ行ったらやばい。痛い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 、メガ頑張る。いや、あんま入らん。さあ、相手のデッキはわかりません。まあでも、ここまで、いや、スケラか？いや、スケラ説あるな、これ。スケラ説ない？あるよね。あとはマザネクかなんか。ああ、やっぱスケラでしたね。まあ、これはキング起動してるのが救いなのと、よいしょ。OK, OK, OK. いや、これキング起動してなかったやばかったですね。てか、キョスケトリトンか。普通に嫌な。普通に嫌なの引いたっすね。なんか、端前キョスケされるだけで苦しいみたいなとこあるもんね。俺。これ。これでもさ、意外と逆に釣るとかどう？相手からしたらうざいよね。いや、これしかも美味しいんでね。守れるよね。よしよしよし。で、左エリバボとか。いや、それもやってる。で、トリトンで多分金ギドスしてくんだけど、まあ、それはされる体で、ユニットぶっぱして、よいしょ。で、相手ファイブ使ったよね。だから、これが止まんない説をね、唱えます。よいしょ。ゴールデン。ゴールデンナイツ。ナイツ。オッケー。で、ファイブ打っても、後ろがね、さあ、止まりませんと。いう感じで、まあ、キング起動できたの、マジデカでしたね。マジデカでしたね。まあ、あとはほんと、ゴルナイがなんとかなる。防衛でも優秀だしね。さあ、ナイスと。さあ、これさ、マサフォッサン20勝してます。よろしく。まあ、しょっぱなゴレないんですけど。まあ、ケツゴレとかされても今、ケツラブとか逆サイ攻めて、まあ、あとドラドラ、まあ、ライドラで守ればいいんで、今これ相手が序盤でね大型ポイってされてくれたらまあすごい美味しいですけどね。さあギャンガー、ギャンガー珍しいな。ガッチャンぐらい最近ギャング使われないんでね。いやーなんもねー。まあゴルナイか、ゴルナイ歩くの遅いんでね。よいしょ。さあタルアチャクギャング、いやーわかんないよね、珍しいよね。これちょっと走らせるか。走らせてアチャクイのスキルを使う。まあ、ゴルナイでも優秀だもんな。ああ、これ、キングギド。いや、キングギドできたな、今。メガゴが、ホグをもう一発殴るのかどうか、際どかったね。さあ、ゴガナイトは、たぶんメガナイトいそうだよね。これ、メガナイトホグじゃないのかな。なんか、ギャングコウモリって、よくね、メガナイト入ってるんですよ。あるあるじゃない？で、インドラの枠を多分、アチェグインにしちゃったんだよね、って感じだと思う。いるんかい。いるんかい君も。いや、まさかの2枚入りっていうので、端前メガかぶれ。はい、来ないよね。いや、これでも、おいちくね？勝ったよね。多分メガナイトいります。多分。まあ、いなかったら、いなかったで、まあ、いいんですよ、別に。あ、待って、ゴレの後ろにライドラつけて、ゴレナインつけて走らせたら勝ち確とかじゃないの？いや、だよね。そんな気がします。あ、やべ、なんかトルネが単純に遅いっていう。一発受けちゃう。いや、ゴルナイこれやばい。危ない危ない。いや、待って、やばい。これ透明化される。危ない。え、なんで透明化されなかったんだ。さあ、ここで走らせて、ちょっとビビらせます。おい、ナイス。いや、間に合わないよね。マジでそれ。さあ、で、あと空マウント。いや、マジ空最強なんだね。いや、美味しい。でも、多分この試合、勝とうと思えばね、この、ゴレ出さずに勝てるかもしれないぐらいの感覚ですね。もうライドラーとかがやっぱ強いんで、
まあでもさすがにあの相手のアチャクイが厄介か。で回れそうだなと思ったらこういうの一回許容するのもありだよ。竹取りたい。いやーアチャクイゴレ殴ってほしかったな。さあゴールデンナイツ行かれてるのは結構痛いんですけど、結局相手のユニット全部ねライドでやれるんで、まあこれは相性ゲー GG ゲーミングかもしんないですね。よいしょ。いやーマジライドラ強いよな。まあここにトリネ使ったらホグ来てちょっとやばいじゃんっていう話よね。いやライドラ強い、めっちゃ頑張ってんじゃん。これ相手さファイボとか飛んできたっけ。ワンチャンフリーズ的な。いやーそのギャングごめん、なんか本当にごめん。さあもうライドラね、ライドラです。もう自体はライドラです。でこれでもゴレ出せばみたいなのがあるよ。いやこれはいいよ。さあ守って橋前ゴレ行きてえけど、相手のもう一回ユニットから行きます。ちょっとホグがね今来ます。ユニット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 ゲーミング、ライドラ回して。さあまあさすがに今回勝ったくさいなーだとか負ける気配ないよねぶっちゃけ。さあで延命してきそうなタイミングでねタレババ転がすと基本的に延命しなきゃっていうのでギャングとかなんかね出てくるんですよ。だからそのタイミングでトルネード回してあげると相手の小物系もねボコボコにできます。あ終わった相手、あ終わりました。なんならあれトルネードで後ろに、あはん、いやもうなんかゴルナイ強すぎてなんかあれだね、なんかもう強すぎって感じで、使えば多分本当に安定して誰でも勝てると思います。はい、というわけで宝箱ね、まあ、ゴールド欲しいっすよね。いやーでかいけどチャンピオンマジで出ないね。さあランマジャック多分20もあるよね。さあゴールド美味しくいただきますと。いうわけで今日はねこちらゴルナイ使ったんだけど、まあなんかほんでゴルの後ろにライドラつけて、あとはゴルナイつけて、ゴルナイがね飛びそうな距離だったらスキル使って、飛びなさそうだったら無理やりトルネで集めてからのゴルナイのスキル使えばもうぐっちゃんぐっちゃんにできますので、ぜひね皆さんこちら使ってみてください。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。